そのマスクしよう。え？そのマスクしよう。いやいや。ちょっと俺買ったんそれ。2000円くらいすよ。嘘。マジっすか。使い捨て？あ、使い捨てじゃないですか。洗って使え。2000円はいらんな。高いですね、ちょっと。現場でそれしよう。なんか仕事中はしてないか。仕事中は一人だもんね、しないですね。ああ、そうだな。普段は、どっか行くときは、そう。こういうことですね。家族で一緒に乗ったら、もうそんな、あれだろ。死んでるとかやるだろ。えもう一緒に歩きたくないって。死んでるだろ。それは多分、まだこれ知らんもんで。隠しとる。隠しとるだけで。怖い。奥さん怖いよ。いや、怖くない。怖いですけど。怖い。これで動画見られた。動画見られて、なんか怒られた。いや、読みは見てないです。ここで寝とるとか言ったじゃん。寝とるけど、寝らないけどさ。あの、倉庫で寝とるとか言ったじゃん。あれ、あれ、いかんいかん。あれ、あれ、気象心。気象心。あれ、社長さん、でもお客さんにも言われた。いや、寝とる人に。何でそこで寝とんの？いやー、あれ、そうなの言ったか、俺、その方まで。寝とんのって聞いて質問ぐらいまで。そうですね。そのはっきりとは言ってないです。はい。なんかお前ここで寝泊まりしようって。してないしてない。嫁と喧嘩したら寝泊まりしようって。してないしてない。それいつもね、お客さんと結構喋るの。あの、見とる人も結構喋るんですよ。やっぱ結構見とる。見とるんですよ。で、毎回いい匂いしとるよっていう。お返事して。あの、二階堂主に。あ、どうぞ。あ、嬉しいね。それはね。で、家族全員で登録したよという人も。あ、マジで。あ、なんか見とるじゃん。見とる。ちょっと。逆に寂しい。うん。それ嬉しいからな。あ、いいです、いいです。結構車上に入ったがる人多いんですよ。あ、マジで。うん。結構行っておるよ、ね。いや、行ってない。行ってない。行ってない。たまたま行くときが NG。たまたま行くときが。お客さん NG も結構あるもんな。お客さん NG。うん。でも飲めんや。え、コーヒーじゃないっす。コーヒーあるよ。コーヒー飲めないっす。水もあるよ。お茶あるよ。お茶がいいか。あ、お茶でいいっす。ご飯だ。え？コメントはな、俺。カメラ本当にやカメラ回ってる時にお茶取る。いや、そんなことないです。どう？いつも。いつも。みんなの分のお茶汲んでくれます。待ってくれ。カメラ視聴者のマリオさん。いいぞ、オーディオ。みんなに分出しますって。なんで、今度どんな動画撮ろうかなと思って。今日、あの、用事は撮ってないじゃないですか。用事は撮っとるでしょ。用事は撮ってない。用事は撮ってないって。見せないんだ。俺の用事は、そ、あ、やっちゃう。超速を見せないんだ。あれ、やっとるとかないの？どうやって貼るっていう。そういうの。いやもう今日雨だっていつもやっと買い物買いとか買い物買いとかですね。何やっとビデオ屋さん行こうかなっていうビデオ屋さん何ビデオ屋さんえあの USJ みたいなやつ UFJ みたいなあんたレンタル屋さんあレンタル屋さんですかそうだねいつだねビデオ屋さんの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 映画見に行こうかなとかビデオ見に行こうかなじゃなくて映画間違えた間違えたやべえ鬼滅の刃え鬼滅の刃見に行くああんな見てないですそう映画館も一人行くいや映画館は今行かん雨の日何やっとるんですよ雨で絶対家出るトラートで雨の日は大概あの履き屋行く時あるんですねああ道具とかがあるその雨の日いやそんな日はいつもじゃん大体出歩いたのか家にはまずいないですねあ家にない家にはねそう、なんでエアコンつないじゃないですか、いいのあ、なんか嫌なんだもう朝起きるの、パって朝起きるんですよあひもう雨だよ、もう一眠りしんのいや、しないですで、雨だったら一応みんなに連絡するのどうしてるんですかあ、チャットですかチャットで、あ、打つの今日はもう雨で現場中止するのあ、もう明らかにもうバーンって降っとる時はもう上がっとるもんでしないですよ微妙な時はしますね、うん、あ、今日開けるね今日はいやあもう 100% 雨の時はもう営業は上がってるもん、ね、もう上がってるのに、ね、お客さんにも行ってあるから前日に前日のお客さんにあの明日雨だったらちょっと抜けますねうんと来ないのに全部行ってあるんだそれは行ってあるんでうーんパーセントが高くてあまだ降ってないとか、うん、そういう時は1回連絡入れてああ連絡入れて分からんそれはお客さんにあの営業にあ両方で行ってますね前日あお客さんにもああ前日にパーセント高かったらちょっとやめますねっていうあ本当かっこいいやかっこいいですね。喋れるか。普通に喋れるな。普通に喋る。そうか。ちょっと飯に行こうじゃん。お願いします。早い。10時40分。早いですよ。早いですよ。喋れる。
全国です。全国。あ、全国。あ、本当。沖縄にも北海道にも送っとる人だもん。あ、本当。で、な、で、愛知県だもん。愛知県。どうやな。あの、あ、マジ。もう、もう、事務局じゃん。あ、マジで近いじゃん。近いので、あの、二人とか、萩谷さん見とったらあれよ。スポンサーやりますよ。いや、見とるぞ、本当に。あ、本当。行くと。お、見てますよって。スポンサーいらっしゃる。なんとるよ。行くと、見てますよって言われるもんで。あ、事務の人だな。あ、本当。で、じゃあ、ちょっと萩谷さんのために言ったって。萩谷安い。萩谷安いですよ。いろんなネットで調べても。自分とこないです。そうそう、自分。萩谷さんのいいやつあるんですよ。今、マスキングのマスクあるな。あ、そこ、それなんですよ。萩谷考えたから。萩谷さん。萩谷の話ですよ。マジ？萩谷の話ですよ。コラボして一緒に作りたいな。カメ、顔出してる。さあ、じゃあ、テレビ一緒。1年ぶりぐらいお前と昼飯なの食いに行く。1年以上前ですよ。1年以上前か、昼飯なの食いに行くな。あ、そうないっすね。おぉ、あ、そうだ。全然ねえぞ、俺。いいのかな。捕まった感じ。どれぐらい、1から10で行ったらどれぐらい。どれぐらい捕まったって思ってる。捕まったとは、まあ、まあ、半分ですかね。半分半分ってこと。だいたい捕まるっすね。誰俺に。あ、放射に俺と、うん、嘘なんで。だいたい捕まる。あれ現場入っとんなこれな、向かいのあれ、うん、今日雨なのに、ね、なんかふわふわだな。昨日もだろう。昨日もなんか朝降ったろ、バッと6時、6時半か6時ぐらい。こっちは降ってなかったよ。降らなかった。降ってなかった。ちょうど俺ドバイライブやってたら雨降ったのな。あ、マジですか。本当晴れだったのにな、昨日15分ぐらいから6時半ぐらいまで降ったもん。ちょうど持っとんな俺と思ったもんな。さあ昼飯食って。最近なんかあれだな、玄米食ってねえか。あ、食ってないですか。これね、いや休みの日にね、いつもどこ遊びに行ったりして。あ、そうです、まあ、そうがあると思って。そんなに遊びに行ったら、それに遊べようと思って遊びに行った。あ、そうですね。全然パチンコとかに限るんだけど。あ、やらないです。結構職人さん多いだろ、この日。パチンコ行く。やってるやつばっかりやん。やってるやつばっかりやん。僕はやるだろ。僕はやらんの。いいやな。なんで好きやん。好きやん。もと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 ですね。もともとやったことない。やったけど、つまらんもんね。あ、これ金かけてまでやることだね。まっすぐやったことあるけど。あるけど、これつまんねえや。なんかお前、ゲームセンターにさ。あ、ゲームセンター行くぞ。ゲームセンターにゲームやってさ。ゲームセンターやってさ。ゲームセンター行くの。ゲームセンター行くの。嘘。来てみて。UFO キャッチャーとかやん。UFO キャッチャーって、アームゲーム。そうやん。だって UFO キャッチャー結構置いてある。いや、置いてありましたね。そうかも。グデタマ、グデタマ大事にしようって、ちょうだいって言ったら嫌なんですよ。盗もうとしてる。盗もうじゃない、ちょうだいって別に、あ、いいっすよみたいなのに言うのかなと思ったら、結構大事だ。結構大事ですよ。そう、結構大事ですよ。で、やるのは今ん、やるの、ユーロキャッチャーもやるの。ユーロキャッチャーやらないですよ。何やったの。ゲーセン。ゲーセン、カードゲーム。カードゲーム。カードゲーム。何カードゲーム。遊戯王とかやるのか。カードゲームってカード同士でなんかデッキかなんかで作ってやるんじゃないの。どういうかっこいいの。あ、かっこいいね。ドラゴンクエストとか。あ、気持ちいいじゃない。あるんですよ。バトルロードみたいなやつする。あ、そうなんかスキャンしてみたいなやつする。スキャンしてどうなるの。スキャンして説明しよう。チャンス説明しよう。俺が分かるよ、説明しよう。スキャン、あのゲーム、どういうゲームだと。ロールプレイングみたいな。そうあれです。普通に戦うとか、ああいうコマンドとか。うん、あれが現実やん。あるんだよ。でもそんな10分15分かかるじゃん。多分社長のイメージだと
なんかフィールド歩いて RPG みたいな。そう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 。あ、なんか敵が出てきて、それをその持ってるカードのキャラとかで戦うみたいな感じです。何枚カード持ってその何枚を出して、あ、何枚持って3対3とかで、あ、一般の人と一般の人とか、あ、は、ま、知らんやつでネットで繋がってたから、あ、は、それはまだ出てないです。あ、そういうまだ ゲームのコンピューターとコンピューターと今やってる対戦もまだ今できないです。あれはそれでとりあえず自分のカードをパワーアップさせて、カードが出てくるの、カードが出てくるんですよ、カードでほとんど使っちゃうんですよ。あれでガチャガチャみたいな、ガチャガチャみたいな、カードだけ買うのもあるんですよ。あ、そういうこと。いいカード出るまで買うやつもおるし、でアップデートする。お前知っとん。僕友達が結構やってて、ドラクエ好きな子がやっぱ やりますね、そういうの。お、それ面白そうだ。だからあのドラクエ世代の人多いですよ。初年さんか込めてほしいね。いないです。初年さんやんない、雨とかで休みの人やるの、ゲーセンとかでこういうのもしてる。ゲーセンとか好きな人多いかもしれない。そうですね、パチンコかな。パチンコ多いと思うんですよ。パチンコ動画かゲーセン動画だったらどっちも見たいか。トビって雨でも仕事じゃん。ああ、そうそう。そうするなら雨だったら大概ない。大概パチンコやる多いんですよ。で、結婚すると大体さ、もうさ、大体普通自由ないじゃん。ない、ない。ないけど、職人だったら雨でも仕事行ってふりしてるんだ。そんで、感じるんだ。で、あの神社でちょっとコロコロコロってコロコロって作業着を起こしてそれからランニングマシンでスポーツジムでちょっと近く走って汗かいて出社先で出してそこまでするそう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 、あ、ありがちでしょいや、結構うざいね。だからお前んとこ、まあ、もう年が年だもんね。あんま奥さんが普通にね、30代前半とかよし、いただきます。いただきます。ちょっと肩入ったと思いますけど突然、ちょっと食べちゃったよ、これいただきます。食べよ、お前の焼きそば。ありがとうございます。これハンバーグでしょ。ありがとうございます。って、俺もう家帰って昼飯とか玄米もないかな。いや、ほんとに。あ、玄米食ってるんですか。うん、1年ぶり。1年。え、何なんですか。クリームソーダです。クリームソーダそんなのかもね。あ、そうそう、毎回だよ。毎回コーヒー飲めんの。コーヒー飲めないですカフェオレとか。んカフェオレは甘いカフェオレなら飲める。あ、でもじゃあ俺が臨場行く時とか何カフェオレとかよりそういうやつの方がいいな。コーラ。ありがとうございました。あ、もうジュースの方がいいんだ。あ、ジュースって今なくない。俺のジュースか。あ、アップルジュースでいい。あ、そうそう、そういうやつね。カフェオレっていう感じがするもんだ。コーヒー飲めんでカフェオレ買ってかなかった。あー、まあそう。初めて。あ、初めて。鉄板の焼きそばって懐かしい。うん、懐かしいですね、これ。でも雨がやっぱ多いと。日曜日でどうなの。雨が多いとですね。あ、多いと出てるんです。日曜日ですね、やっと。ん、子供と出かけたら家族出かけた。出かけんですね、もう。子供が出てっちゃうんです。高校生です。ん、高校生です。一人で。あ、いいです。男ですね。あ、なんかその年だったら一緒に出かける。出かけんですね。いつも日曜日だよ。ん、一人どこ行くの。一人でどこ行くんですか。嫁も。嫁はいいです。そうそう。名前一人だけど朝パパって出るの。あ、朝パパ出るっすね。8週しか。あ、そんな早くは出るんですね。10週で。あ、全然。でも本当家にいないんだ。嫌なんだ、家に。ネットフリックスとかでもいいの。あ、一時マンクス撮ったんですけど、うん、今行ってない。自分の部屋みたいなの。ないっすね。ないっす。あ、そうだ。寝るときは誰と寝ると。寝るときは嫁と寝ると。一緒に。一つですね。いや、一つじゃない、二つですよ。一つの部屋で。あ、自分の個室がないんだ。個室はないですね。それ寂しいな。個室がない。個室があれば最高なんだけど。でも、あそこ結構広いだろ。いや、そうでもないです。見に行け。見に行くだもんで、あんま広くない。子供は一人、部屋。一人持ってる。そうか。大変だったらいいのか。そうそう、大変なんですよ。あの日曜日やる、まあ、ゴルフだ。そうそう、ゴルフゴルフやるんだ。ゴルフやる。ゴルフやらんすね。覚えへんよ。日曜日一緒にゴルフする。いや、楽しいぞ。ゴルフですか。いや、そんな、金持ちのスポーツなんですよ。その、はるか昔やる。だって、1000円なんですよ。1日遊べるって。あ、そうですか。山行って飯食って、6時間、7時間、そう。で、車でみんなでワイワイ行って。なかなか6時間人と一緒の方がいいんだろう。あ、俺ですね。俺と俺で。
まあ、コミュニケーションツールとしては最高だよね。まず切り替えとかで行くと、でまあ、いろんな仕事の話に出るし、やる。でなんか2、3万でセットも買えるし、昔は上やから下がったけど、今上やから下がってないし、あ、上とかでもいいよ。いや、本当やることないだろ。ないですね。いや、俺も分からんけど、一人だもんね。はい。マジでやることないな。一応、まあ、俺今自炊やっとるから、買い出しったり、自炊めっちゃ余っとる。で料理も最近趣味だな。結構、これでもあの、なんだ肉が骨付きのなら牛ロースみたいなのちのスペアリブなんか作ったよ。炊き込みご飯作ってみたい。すごいですね。なんかアサリの炊き込み、タケノコもやるから楽しいよ、いいな。フライパンとかも、もう今長潰れだけど、そんなにいろんなやつから取ったら包丁とかも結構かかってるんだけど、いや、ついにミキサーもやったじゃん。で朝今、リンゴとかミキサーでやって、スムージーみたいな、スムージー、野菜と半分と、ただリンゴやるだけじゃなくて、リンゴと人参とか、うるせえな。これがいいんだって、これ。うるせえな。これ。うるさいじゃん。小学校3年生。毎回こう頼む。毎回だ。毎回頼むんですよ。眠そうな好きな電車あるから。あ、ありがとうございます。はい、はい、すいません。ちょっとやることないなぁ感じない。ああ、何ですか。ゴールやれって。ゴールですか。練習だけでも行ってみるでしょ。あ、練習ですか。一緒に行ったの。やべえな、みたいな。いや、こっちは本当に思ったより金がかかない。で、本当に、まあ、日曜日はちょっと高いけど、行って1万円で、日曜日遊べたらさ。あ、そうですか、ゴルフか。いや、好きになったらめっちゃ面白い。飲むんだり、行きたくて行きたくしようと思って。今日はちょっと、ゆったりと動画撮らせてもらいましたけど、皆さん、寺西のプライベート、どうだったでしょうか。まあ、同級生だね。ああ、そうですね。エビドシだ。あ、じゃあ、違うですね。夏とじゃなくて、2月。3月。3月か。ギリギリか。ギリギリか。もう丸1日。今日は300人ぐらいになると。あ、そうですね。もう3月。あ、そう、1日ぐらい。290人超えだと。でもまあ、本当に実質同級生で、やりました。面白い動画。面白い。休みの動画、休み、日曜日動画。日曜日のプライベートは、また楽しみにしておいてください。あとね、ちょっと宣伝みたいになっちゃいますけど、求人道場、まあ、今結構みんな登録してくれてるんで、本当ありがたいことですけど、だいぶ会社数も増えてきて、全国的に広がってきてるんで、ぜひまたそっちの方も見て、なんか良さそうな会社ね、今仕事がないとか薄いとか、そういうのがあれば、本当にこれからね、暇になってくるから、ちゃんと登録してください。よろしくお願いします。やってね。